こんにちは、今日はちょっと残念な話なんですが、タイトルに書いた通りで H2 が壊れてしまいました。壊れたというか、正確に言うとおかしな現象が出るようになったんですけど、もちろんあれですよ、カメラ落としちゃったとかそういう話ではないですよ。で、自分はこのカメラね、去年の9月に買ったんですけど、まあだいたい3ヶ月とか4ヶ月ぐらい使ってきたんですが、最近このおかしな現象っていうのが出るようになりました。なので、今日はね、おかしな現象っていうのがどんな現象なのかをこれから話していくんですけど、トータルで2つあります。で、この2つ目が決定的に壊れてるなっていう内容なんですけど、その前にね、2つ目の現象が出る前に、1つ目として予兆みたいなものもあったので、今日はね、その予兆も含めて詳しくおかしな現象っていうのを話していこうと思います。今回のね、動画は壊れた内容を話すだけなので、あまりいい話ではないので、この動画出すかどうかちょっと迷ったんですけど、もしね、自分と同じ現象が出ているのに、それに気づいてないだけの人ももしかしたらいるかもしれないので、 H2 を使っている人は自分のカメラがね、こんな現象出ていないかどうかチェックしてもらって、カメラが正常かどうかの判断材料になるんじゃないかなと思ったので、今回この動画を出すことにしました。はい、まずね、一つ目なんですけど、動画撮影の時に録画が勝手に止まってしまいます。で、これはオーバーヒートとか熱対策で止まるとかそういう次元の話ではなくて、カメラ使ってない状態から電源を入れてすぐにでも起こる現象です。で、実はね、この現象は買った当初にすでに一度起こっていたんですけど、H2 を使っている人はわかると思うんですが、ここのシャッターボタン、これがね、H2S から、ここのセンサーがすごい敏感になりましたよね。だから最初は自分が勝手に知らないうちにボタン触っちゃって録画を停止しちゃったのかなっていうふうに自分で勝手にそう思い込んでいたんですね。だけど最近やたらこの現象が起きるようになって、おかしいなと思ったので、途中で止まってしまった録画された映像をパソコンに取り込んで見てみたんですけど、全部ね、1秒ジャストで止まっているんですね。ってことはですよ、もしも間違って知らないうちにシャッターボタンを押しちゃって録画を停止させていたとしても、毎回毎回ね、1秒ジャストで止めるっていうことはあまり考えられないと思っていて、例えば2秒とか3秒で止まってもいいわけなんですが、なぜかね、必ず1秒ジャストで止まっている。なので、やっぱりね、カメラ本体に何かしらの問題があるんだと思います。これがまず一つ目のおかしな現象です。はい、次に二つ目なんですけど、これがもう決定的で、ここのファインダーの液晶モニターにノイズが出るようになりました。で、これはもう言葉で説明するよりも見てもらった方が早いと思うので写真を撮ったんですけど、こんな感じです。ちょっとね、ファインダーの中の写真なのでかなり拙者になってて見にくいと思うんですけど、ここにね、こんな風にノイズが出るようになりました。
で、ちなみに言っておくと、ここのねファインダーの中にノイズが出ているだけで、その時の背面モニターにはノイズは出ていないです。背面モニターは正常でした。あとこの状況で動画と写真を両方撮ってみたんですけど、撮った映像と写真はノイズのない状態で記録されていました。で、最初はねここのノイズの色が白色だったのが、最近はピンクに発色するように変わってきました。それと、自分はレンズ3本持ってるんですけど、どのレンズを使っても同じ場所にノイズが出たので、レンズの相性とかそういったことは関係ないと思います。で、最初にも言ったんですけど、なんで今回この動画出したかっていうと、おそらく世の中的にカメラ使ってる人ってファインダーよりもここの、背面モニターを見ながら撮影している人がほとんどだと思うので、もしね、背面モニターだけ使って撮影している人だと、この現象が起きても気づかないままでそのままずっと使い続けちゃうと思うので、それって良くないことだと思ったので、今回この動画を出しました。自分もね、もしねファインダー使わない人間だったら、この現象に絶対気づけなかったと思うので、なのでこの動画見てくれて、気になる人は自分のカメラがね正常かどうかの判断をするために、たまにでいいのでファインダーを1回覗いてみる方がいいと思います。はい、ではねこれからの対応なんですけど、一つね厄介なことがあって、今ねサービスセンターに、あ、サービスセンターじゃないね、修理センターだ、間違えちゃった、修理センターに電話をして、おかしな現象と、今後の対応について聞いてみたんですけど、ちょっと問題があって、どういうことかっていうと、今言ったおかしな現象が2つとも、常に出てるわけじゃないんですね。要するにおかしな現象が出たり出なかったりしてるんですけど、そうすると、修理に出しても修理センターでこの現象が出ない限り何もできないっていうふうに言われたんですね。ってことはですよ、修理に出しても現象が出なかったら何もしない状態でこのカメラが自分のところに戻ってくる。うん。だけど修理して直したわけじゃないので、自分のところに戻ってきても、また同じ現象が、いつか必ず出るんじゃないかなっていうふうに自分は思うんですね。うん、だから、修理に出すんであれば、もっとね頻繁にこの現象が出るようになってから出すべきなのか、あるいはもう今の時点で出しちゃった方がいいのか、ちょっとそこを考え中なんですけど、自分もね、いろんなメーカーのカメラ使ってるんですけど、今回みたいなね初期不良的な、ことは初めてなので、ちょっとどうするか考え中です。はい、今回はねカメラが壊れちゃったっていうお話でした。で、次回以降ねもしね修理に出しちゃったら、カメラの動画が出せなくなるので、ちょっとね今考えているんですけど、Photoshop とか、プレミアプロとかね、そっち系の動画を出そうかなっていうふうに考えているんですけど、なるべくね、見てくれてる皆さんの役に立つ内容の動画を出したいなっていうふうに自分は思っているので、また引き続きよろしくお願いします。ではありがとうございました。さようなら。